ただ8番の阿部が一度動かしていきます。残り2周期ただ8番の阿部が一度動かしていきます。残り2周切りました。さあ今度は外並走から3番の山田が前へと上がります。さあ一度切りまして、その後ろマークは5番南、今度は7番の清水が動いて先頭に変わっていこうとします。ただ北日本勢も仕掛けてきました。ダッシュを迎えて3コーナー、7番の清水の外を通りまして2番の渡辺先行体制入ります。マーク追走は9番森沢、2番9番と北日本勢前段に変わりまして残り周に入ります。外を追い上げて8番の阿部が4番手から3番手、最終周回1コーナーから2コーナー、2番渡辺のペース。さあそして3番手から7番清水がマクティックは9番森沢、外へ振ってブロック、内側から3番の山田が3番手取りに行きます。3番手は並走、外に7番の清水、内側に3番の山田、3コーナーから4コーナー持ち得て3番4番5番点灯のアクセント、最終コーナー待ってました。今田北日本勢前段です。1番の松本が追い込んできますが9番の森沢か。ただこのレース落車のアクセントありました。2センター付近ただ3番の片岡、4番池田、この2名が外並走をゆっくりと上昇、打掌の周回へと入ります。誘導外れて1番の郡司少し突っ張りましたが3番の片岡やや強引に抑えました。4番の池田、さあこれで1番の郡司は3番手、8番の太田は6番手、内から歓喜の5番の和田が位置を求めて上がってきました。さあ金を迎えて3コーナーから4コーナー、1番の郡司が発進です。9番の福田、7番の東を連れて前を叩いていきます。さあ今度は後方から8番の太田も巻き返す、現在は4番手、さらに上がってきますか。最終周回2コーナーへ向かってきます。1番の郡司が先行しまして、その後ろ番手追走は9番の福田、7番の東が3番手、8番の太田は4番手入っています。その後ろは並走状態、3コーナーから4コーナー、1番の郡司、その後ろは9番の福田、7番の東3番手、直線コース帰ってきました。神奈川3名前段です。1番の郡司に対して9番の福田、4コーナー回ってホームへ帰ってくるところ、まもなく残りは2周回です。さあ一度前を伺う7番の松田に誘導を下ろしました。外を通りまして3番の酒井、5番の武田、関東勢、4番の伊藤、その後ろ2番の山田、目まぐるしく隊列は入れ替わりまして、結局中四国ラインは7番手以降に変わっています。今金が入って3コーナー、4番の伊藤が先頭に立っています。マークは2番の山田、車間が開けて3番手に3番の酒井、さあ7番手から1番の松浦、地元勢を連れて発進です。ホームへ帰って最終周回1コーナー、4番の伊藤が逃げて3番手の外、1番の松浦さらに巻いてきますが3番の酒井が少し絡んでいきます。さあ2番の山田が番手でブロック、1番の松浦少し止まったような感じ、さあ後ろ3番手以降はもつれる、前は九州勢、4番の伊藤、その後ろは2番の山田、3番手は7番1番の並走、4コーナー回ってきました。4番の伊藤、その後ろからは2番の山田洋平、あと2着争いは3者接戦です。うちには4番7番でしたが外からは1番、